戦いの一つ日光街道と、会津西街道との結節点である今市塾の、昭和区をめぐる、新政府軍と、旧幕府軍及び、会津軍との戦い。宇都宮城の戦いにおいて敗北した、大鳥圭介率いる、旧幕府府兵は、会津藩領に入り補給及び山川大倉率いる、会津軍増援部隊を得た。 彼らは、うるう4月20日及び5月6日に、今市塾の占領を試みたが、板垣大輔率いる新政府軍によって、帰って損害をこむり、合図西街道を北上し、小佐越周辺に陣地を築き防衛に入った。5月15日の上野戦争、5月22及び23日に、渋沢聖一郎指揮下の新部軍が敗北した反応戦争と並んで、 関東地域が新政府の完成下に入る結果をもたらした。今市塾は、江戸と日光を結ぶ日光街道、藍津若松へ続く、藍津西街道、高崎へ続く日光霊平市街道、欧州街道の宿場町大田原塾へ続く日光、北街道の集まる交通の結節点だった。慶応4年4月23日、宇都宮城の戦いで敗北した大鳥圭介率いる。 旧幕府府表は、初期の目標であった、徳川家康の霊病、日光山での新政府軍との決戦を意図し25日に、日光へ到着したが、日光にはとどまらず、今市から、合図西街道に進路を取りうる四4月5日、合図半領の田島に到着した。これは一説には、板垣大輔の依頼を受けただい。 林寺住職原料による東照宮を戦場にしないための説得があったとされ、これを検証する板垣の銅像も日光東照宮近くに存在する。しかし老中、板倉勝清による同様の説得があったとする説、秋月昇之助による助言があったという説、さらにその後の行動から、合図藩、仙台藩を含む、藩新政府目的の一斉軍事行動計画の、 一貫とする意見もある。田島にて、肘方としゾー負傷兵を療養のため、合図藩へ残し、補給及び山川率いる合図の援軍を得た、旧幕府府評は、再び日光街道まで南下し、関東地域における軍事行動につくこととなった。うるう4月20日、旧幕府軍及び合図軍は兵力を2つに分け、日光街道の東西両方向からいまいちへ、 攻撃を始めた。この日は、大内沈武総徳府のセーラ修造が仙台藩に殺害され、白川城が仙台藩と合図藩によって陥落したのと同日だった。旧幕府側による今市への攻撃は、東西領軍の連携が悪く、山川が率いた東側が疲弊損傷し、撤退を始めた後で大取引いる西側の攻撃が始まり、結果として板垣率いる。 新政府軍は、東西の旧幕府軍を、かっこ撃破した。板垣は、周囲の新政府側戦況の悪化を鑑み、今市周辺に防御陣地を構築し、今市で旧幕府軍を迎え撃つ、体制づくりに着手した。5月6日、旧幕府軍及び合図軍は、今市の東側に、兵力の大部分を集結し、一斉攻撃を始めた。 正午頃まで旧幕府軍側の攻勢が続いたが、板垣は西側の守備隊を再編し、旧幕府軍の南へ迂回し、反撃を始めた。また宇都宮から急行してきた新政府軍が到着し、これも旧幕府軍に攻撃を開始し、旧幕府軍側は敗走した。旧幕府軍側の損害は大きく、以後攻勢を諦め合図西街道途中の小佐越市に、 陣地を築き合図西街道の防衛に移行した。詳細は白川口の戦い及び岩木の戦いを参照5月1日、白川口では伊地地正春率いる新政府軍が勝利し白川城を再び新政府の管理下に置いた。板垣は兵700を率い白川の新政府軍に合流し合図西街道での戦いは後続の佐賀藩兵に任せた。 白川口では、平方から上陸した新政府軍との共同作戦が進行し、現在の福島県の中通り及び浜通りは新政府軍の支配下となった。一方、会津西海道では、藤原の戦いで新政府軍が敗北し、参冠の愛路という条件もあり会津西海道の戦線は停滞した。いまいちの戦いで新政府軍を率いた板垣は、 拠点防衛を的確に行い戦いを優勢に進めた。一方、旧幕府軍の大鳥と会津軍の山川は連携に問題があり、当初持っていた優勢な兵力を活かせず逆に敗北によって会津西海道を新政府軍の進撃路の一つに変えた。関東内に軍事力を保持し、新政府軍の東北地域への攻勢を困難にすることに及び、東北からの旧幕府、 列板同盟勢力の軟化を容易にするという旧幕府軍側の戦略は旧幕府軍、藍津軍の損害によって達成不能に陥り藍津西海道を確保する防衛体制へ移行することになった。これによって新政府に兵力の余裕が生じ新政府軍は戦力過症に直面していた白川口への兵力増員が可能となった。将棋隊 新部隊が敗北しさらに兵力に余裕の出だ。新政府は蒸気船を用いた上陸作戦を敢行し戦局をさらに有利に進めた。ありがとうございます。